サマソニー2024でのナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、平野紫の圧倒的なパフォーマンス力は、まさに圧巻。神宮寺優太は、表現力の豊かさと繊細さで観客を魅了した。岸優太の歌声は、静寂の中に力強さが光る。音楽フェスティバルという場所は、アーティストと観客が一体となり、音楽が純粋な形でエネルギーとして伝わる特別な空間だ。 2024年のサマーソニックでその進化を見せつけたのが、ナンバーアンダーラインアイの3人だ。平野翔、岩ガン・ユータ、そして神宮寺・ユータ。この3人が一緒にステージに立つ姿は、まるで3つの異なる星が1つの壮大な星座を作り出すかのようであり、それぞれが個々の輝きを放ちながらも、観客全体を包み込むような一体感を生み出していた。サマソニの会場で観客が感じたのは、 単なるパフォーマンスを超えた真のアーティストとしての三人の存在感だった。ダンスブレイクからラップ、そしてチルな曲調まで、彼らの表現の幅広さは言うまでもなく、ステージ上で繰り広げられる多彩なエネルギーに観客は引き込まれた。例えば、神宮寺が見せた、藤のイントロでの感情の変化は、まさに彼のアーティストとしての成長を感じさせる瞬間だった。ロックからしっとりとしたメロディーへの移行は、 音楽の幅の広さを感じさせ、神宮寺の表現力の高さを証明した。彼が舞台上で見せる表情や動きは、その瞬間に全ての観客を彼の世界に引き込む力があった。その一方で、平野賞の圧倒的なパフォーマンス力もまた、会場を支配していた。彼がステージ上で見せるダンスの精密さ、そして繊細な動きは、観客を魅了するものであり、観客全体が彼の一挙手一投足に引き込まれた。 特に、強頭での力強いダンスとエネルギーは、会場のテンションを一気に引き上げ、彼のリーダーシップとカリスマ性を再確認させる瞬間となった。彼の表現力の奥深さは、音楽をただの娯楽として消費させるのではなく、観客に深く感じさせ、考えさせる力を持っている。そしてガン・太、彼の存在は、フェスの中で静かに観客の心に届くような特別なものだった。 時に寡黙でありながら、その歌声は非常に力強く、そして感情豊かだ。特に、ブローユアーカバーでの彼のパフォーマンスは、会場全体に響き渡り、その歌声が観客一人一人に深く刺さった。フェスという騒がしい環境の中で、彼の声が持つその静けさと力強さは、不思議な対比を生み出し、観客にとって彼の存在感を再認識させる瞬間だった。フェスという場は、 時にアウェイと感じられる場所かもしれない。しかし、ナンバーアンダーライン愛にとってサマソニは、決してアウェイではなかった。初見の観客でさえも、彼らの圧倒的なパフォーマンスに引き込まれ、ステージの一部となって盛り上がる姿があった。彼らの音楽は、国境や言語を超えて人々に届く普遍的なエネルギーを持っており、その瞬間、フェスの会場全体が一体化したようだった。 観客はペンライトを振ることなく、ただ体全体で音楽を感じ、踊り、叫び、そして彼らの音楽を全身で受け入れた。そして、忘れてはならないのは、彼らの新曲、INZM でのパフォーマンスだ。この曲は初披露されたが、瞬く間に観客の心をつかみ、その場を熱狂の渦に巻き込んだ。観客の反応はまさに爆発的であり、サマソニーのフェスという舞台が、 ナンバーアンダーライン愛の音楽に最適な場所であることを証明した。彼らの楽曲は、テレビやストリーミングで見るよりも、はるかに大きな屋外ステージでのパフォーマンスにこそ、真の迫力が伝わるのだ。また、フェスという限られた時間の中で、ナンバーアンダーライン愛が見せたパフォーマンスの多様性は、彼らの音楽性の進化を象徴していた。BYC のスタンドマイクから始まる演出は、 彼らのパフォーマンスの新たな一面を見せつけ、その曲の途中でのダンスブレイクやチルなパートへのシフトは、観客にとっても驚きと感動をもたらした。特に騎士の藤井での囁き声は、その瞬間、観客の心を優しく包み込み、そして次の瞬間には力強く彼らを煽るという絶妙なバランスを見せた。このように、ナンバーアンダーライン愛の3人はそれぞれが異なるスタイルとエネルギーを持ちながらも、 ステージ上で一つの完璧な調和を生み出していた。彼らの音楽は、ただの音楽ではなく、一種の体験だ。それは観客がその場で感じ、共有し、そして記憶に残る体験だ。友人と一緒にその瞬間を共有することで、さらにその価値が増す。サマソニーでの彼らのパフォーマンスを見た友人が、高祝い愛のファンであったにもかかわらず、すぐにナンバーアンダーライン愛のファンクラブに加入したという話は、 その影響力を物語っている。音楽は感情を動かし、人を変える力がある。ナンバー・アンダーライン愛はその力を持っており、それを最大限に発揮しているのだ。フェスという場は、新たな挑戦の場所でもある。観客の期待に依頼、さらにそれを超えるパフォーマンスを見せることが求められる。ナンバー・アンダーライン愛は、その期待に十分に依頼、さらにはフェスという舞台を自分たちのものにして見せた。 彼らは決してフェスの神聖として現れただけではなく、その存在を確固たるものにした。フェスという広大な舞台でこそ、彼らの真の魅力が発揮されるということが、今回のサマソニで証明された。サマソニでの彼らのパフォーマンスは、今後の活動に対する期待感を大いに高めた。これからも彼らがどのような音楽を作り出し、どのように進化していくのかが楽しみだ。そして、 彼らが音楽フェスという場でさらに成長し、他のアーティストとも競り合いながらも、その独自の存在感を発揮していくことは間違いないだろう。青空の下で、ブロイヤーカバーが流れる光景は、まるで映画のワンシーンのように美しかった。太陽が照りつける中、踊り出す観客たち、そしてアーティストたちのエネルギーが融合し、まるで音楽そのものがこの場に生命を与えているかのように見えた。この瞬間、 ナンバーアンダーライン愛のメンバー一人一人が放つ光は特別なものだった。まさに、彼らがいつも以上にかっこよく見えたのはこの瞬間だろう。そして、真夏の太陽の下でパフォーマンスを繰り広げるのは、決して簡単なことではない。それにもかかわらず、ナンバーアンダーライン愛のダンサーたちは完璧なダンスを披露し、その美しさは観客を圧倒した。6人のダンサーが揃った姿は、 ただ美しいだけでなく、その動きの一つ一つがパワフルでありながらも優雅だった。観客たちは彼らのパフォーマンスに引き込まれ、その熱気と一体感が場を支配していた。特に、岸くんが披露した、藤のささやくような歌声は、多くの観客を感動させた。このパフォーマンスは、ただの音楽以上のものであり、観客との対話であり、共鳴の場だった。観客たちもまた、 彼らの音楽に合わせて体を動かし、一体感を感じながらステージを楽しんでいた。その瞬間、まさに会場全体が一つになったように感じられた。神宮寺雄太もまた、ステージ上での存在感を発揮していた。彼のパフォーマンスは、力強さと繊細さを兼ね備えたものであり、そのバランスが観客を魅了した。彼の動き一つ一つが洗練されており、その表現力は音楽を超えて、 まるるで観客のの感情に直接触れるかのようだった彼の地元でのパフォーマンスについての話も観客にとっては特別なものであり、彼がその場で地元愛を語る姿は、多くの人々に共感を呼び起こした。サマソニーのような大規模なフェスでは、アーティストと観客との間に距離が生まれることもある。しかし、ナンバーアンダーライン愛はその距離を感じさせることなく、観客全員が同じ空間で音楽を共有していると感じさせた。 それは彼らが一人一人の観客に対して目を向け感謝の気持ちを持ちながらパフォーマンスしているからこそできることだろうこのように音楽フェスティバルはただのエンターテインメントではないアーティストと観客が一つになり共に音楽を作り上げる場でありその瞬間瞬間が一生の思い出として刻まれていくサマソニ2024でのナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスも観客たちの心に深く刻まれたことだろう 音楽フェスティバルにおける感動というものは、単にその場限りの一瞬の出来事ではなく、私たちの記憶に深く刻まれ、日常生活においても影響を与え続けるものだ。それは、アーティストの情熱や努力、そして観客の熱意が交差することで生まれる。サマソニ2024でのナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスも、その一つの象徴的な瞬間であり、観客にとって忘れられない体験となった。 その日のステージが終わり、観客たちは会場を後にする。けれども、彼らの心の中には依然として音楽の余韻が響き渡っている。その余韻は、彼らの日々の生活にどのような影響を与えるのだろうか。例えば、平日の何気ない瞬間にふと頭の中で、ブロウヤーカバーのメロディーが流れ、あの熱気あふれるフェスティバルの一日がよみがえることがあるかもしれない。また、 何か困難な状況に直面したとき、ナンバー・アンダーライン愛のパフォーマンスから感じ取ったエネルギーが、前向きに頑張るための力を与えてくれるかもしれない。音楽は人々をつなげ、感情を共有させる強力なツールだ。その力は、個々の体験にとどまらず、コミュニティ全体を変える可能性を秘めている。実際、ナンバー・アンダーライン愛がステージ上で披露したパフォーマンスは、ただの音楽的な表現にとどまらず、 彼らが発信するメッセージが観客の心に響き、共感を呼び起こした。彼らの音楽は、言葉を超えて人々の心をつなぎ合わせる。観客一人一人が違ったバックグラウンドを持っていても、同じ音楽を共有し、その瞬間を共に過ごすことで、見知らぬ者同士が一つのコミュニティとして感じ合うことができるのだ。最後に、フェスの熱狂が収まった後に残るのは、音楽の余韻とともに、 観客が自分自分身と向き合う時間だナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを見て感じたことは何だったのかそれはただのエンターテインメントだったのかそれとももっと深い何かを感じさせる体験だったのか音楽フェスという特別な場で彼らが残したメッセージを受け取った観客はきっとその問いに対する答えを持っているだろう。そしてその答えが彼ら自身の音楽体験をさらに豊かなものにしてくれることだろう。